片岡仁左衛門の歌舞伎人生の3つの転機と今後の活動、歌舞伎の楽しい世界。片岡仁左衛門の歌舞伎人生の3つの転機。15代目片岡仁左衛門さんは歌舞伎界を代表する人気立役の一人です。今年の3月14日には80歳になる歌舞伎界の重鎮であり、人間国宝でもあります。しかし仁左衛門さんのこれまでの歌舞伎人生は決して順風満帆ではなく、大きな3つの転機があったようです。片岡仁左衛門さんの松島屋は関西歌舞伎を中心に活動をしてきましたが、その関西歌舞伎の人気が低迷していたこともあり、当時人気があった映画界に転身することも本気で考えていたようです。実際に両津屋の歌舞伎役者さんたちは映画界に転身してましたからね。仁左衛門さんはすでにドラマや映画と歌舞伎の二刀流でしたが、本格的に映画界に転身することを考えていたようです。しかしそれを思いとどまらせたのは、坂東竹三郎さんや嵐徳三郎さんといった門閥外の若い人たちが小さいホールで勉強会をしている姿を見たことでした。仁左衛門家の家系に生まれ、恵まれた境遇にある自分が歌舞伎界から逃げ出していいものかと悩み、結局歌舞伎界で生きる決心をしたようです。これが一つ目の転機だったようです。二つ目の転機となったのは、女殺し油地獄の余兵役や桜姫吾妻文章の権助などの南北物や、菅原伝授手習鏡道明寺の観賞状などの当たり役が生まれたことです。歌舞伎役者にとって当たり役を持つことは存在感も増しますからね。東京に進出してからは坂東玉三郎さんと組んだ高玉コンビが1970年頃から大人気となり、これも片岡仁左衛門さんの歌舞伎人生において大きな転機となったようです。そして三つ目の転機は、肺炎をこじらせ生死の境をさまよったことです。当時の片岡孝夫さんには15代目片岡仁左衛門の襲名話が持ち上がっておりました。三男だった孝夫さんが二人の兄を差し置いて襲名していいものかと悩んでいたようです。しかし病を克服できたことで15代目片岡仁左衛門の襲名の決断ができたようです。片岡仁左衛門さんは現在高齢でもあり、若い頃にはできたことができなくなってきたこともあり、舞台への出演は減らしているようです。一門の若手やこの高太郎さんや孫である千之助さんの指導にも力を入れているようです。特に片岡愛之助さんの指導にも熱心なようです。歌舞伎界の重鎮として今後も頑張ってほしいですね。ご視聴していただきありがとうございました。
最後までご視聴していただき、本当にありがとうございました。